ゃん、はいはい、チョルノです。いいよ、こいこ、チキチキマシーン。なんでこのメンバーが選ばれたんですか。これはもうな、ツッコミツッコミボケ僕はあの、わけはわからんボケやから。なるほど、もう聞いたからわからんね。まあ、任せてください。やったことないやろ。確かにない。少人数のコメントとマジで、あの、動画完成してから見るやん。編集してくれてるわ。ほんまにたまらんのよ。うまいことなってる。いいことじゃないですか。ほんとにいけますか。はい、任せてください。今回はですね、お客様を好きになる瞬間。イエーイ。おいおいおおおお、瞬間ね。はい、そうです。こういう時にお客様好きになるのっていう話、はい、ありますか。あります、あります。それではお客様を好きになる瞬間まで3、2、1。まあ僕たちね、ホストやってたらお客様とね、恋に落ちることもあるじゃないですか。はいはい。それで、あの、まあその瞬間やね、どういう時に好きになるのっていう。ごめん、ここあります？あります、あります。どういう時になるのよ。俺がね、言う相手のことはもうやれそうだとか言うじゃないですか。今回は真面目に。真剣にいくんですか。ありがとうございます。今日こそボケていいのにね。なあ、いつももうじっとしといてくれたらいいのに。今日はあんねや、逆に。そうですね、やっぱり正直言うと、まあ最初はね、顔が可愛い子だって。いや、まあそれは確かに可愛いなと思うじゃないですか。まあ一発目は顔から入るんですか。まあ顔が、まあまずは顔からじゃないですか。で、それでその可愛い子ちゃんが顔を使ってくれますという夢になったら、なんで俺のために使ってくれんやろうと思っちゃうんですよね。はいはいはい。で、そっから俺のことをちゃんと考えてくれてんやなと思って、あ、じゃあ俺も答えなきゃっていうことが、まだ入って1年目のぐらいの時にできた女の子の話なんですけど、うん、はい、恋しましたね。分からんよ。どこで好きになったの。どこで好きになったの。いや、もうどこで好きになったかって言われたら、気づいたら好きになってました。それちゃんと言って、それをちゃんと言ってよ。好きな瞬間を聞きたい。そうやって。あれ、じゃあお金使ってくれてなかったら好きになってなかったってこと。多分そうですね。おお、はい。まあ最初の一発目はやっぱりシャンパン、きっかけはシャンパンだと思うんですよ。はい。じゃあお金使ってくれた瞬間に、そっから悩み始めたんですよ。ちょっとこの子使ってくれたなーって思って、まあ正直俺のために頑張ってくれたんやなっていうふうに思い始めての、じゃあ自分もこの子のためにじゃあ考えなきゃあかんなっていう部分で、ああ、俺のためにあれやね、頑張ってくれたと。そういうことでございます。そう思った時に気持ちが入ったってことや。そういうことですね。2秒で終わんで今の。はい。普通の人間は2秒で終わるんですけど、3分ぐらい使いました。ありがとうございました。いや、こめちゃんなんかそういうイメージないけどね。ないですか。お稲荷とかさ、お金が好きでとか言うやん。お金じゃないと無理やみたいな。でもこめちゃんからそういうの聞くことはマジで。ね、もうちゃんと真面目答えましたから。お金じゃなくて自分のためにやってくれた瞬間って。そういうことでございます。ええやん、ええやん、ええやん。一番ホストっぽいこと言いますね。あ、もうね、もちろんそうですよ。普段ね、あれキャラやったんか。やっぱりな。うん、俺らなんか、うん、騙されたら。ちゃいちゃいちゃい、確かにやれそうだなって思った時は一時的な好きって感じはございますよ。いや、俺ご紹介しに来ていただくんですけど、もう一個はコメのことを女の子に言うとって、なんかめちゃくちゃ童貞みたいやったよ。それは事実ちゃいます。事実なんかな。はい、多分もうこういうキャラ作りでやってるから。ああ、そうか。やるやったら誰でもいいとか言って、まあ裏ではなんかほんまちゃんとホストしてるみたいな。うわぁ、行く違いますから。ちゃんとこういうキャラやってます。キャラ、はい、キャラは本心でやってます。そういうことね。マッシュあります。あります。僕ね、瞬間やからね。瞬間で言ったら、まあお金どうこう関わってるかどうかわかんないんですけど、僕結構ね、アホな姿見せられたらコロッといっちゃいます。ああ、ははははは。なんでかわかんないんですけど、まあ例えば英語一つでもめちゃくちゃ天然な回答したら、あ、可愛いなって思っちゃうんです。わかるかもしれない。わかるでしょ。なんかちょっとわかる。でもなんか毎月なんか店に来てくれて、ちゃんとこう仕事のことも理解してくれてて、めっちゃいい子で賢いのに、でもなんか抜けてる瞬間に僕結構キュンってきます。はあ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 。だから自分にしかそれも見せてくれへん姿なんかなって考えるんかな。そうですね、分かんないですけど。分かるかもしれんわ。分かるでしょ。うん、まあだからギャップよね。そうっすね。普段とは違う姿と。ギャップっすね。ほな、毎日コメント恋してる。そうですよ、俺恋撃されてるっすね。ギャップや。ごめんなさい、待ってるわよ。ずーっとアホ。ギャップない。ギャップないです。そうか、ギャップじゃなくてお前はデブですよ。ああ、体型関係ないからね、ほんとに。ギャップ、ギャップやな。ギャップやもん。じゃあまあ俺結構簡単ですけどね、いかんといて系女子が好き。あ、いかんといて死ぬ瞬間。どういうことですか。例えばまあ席、まあホストの話だとしたら、誰がそのイカスの話。あ、そっか、そっちじゃない。イカスじゃない、違うよ。長くて普通にまあ接客してるとして、俺がはけなあかんと、ちょっとまあ挨拶行ったりせなあかんね。そう、社長としての業務もあるから、そういう時にちょっといかんといてほしいなみたいな。これ、あー、これ、なるほど。それ、これはなんでこうなったかって言ったら、キャバクラ行き過ぎてこうなった。キャバクラでは逆なんですよ。いや、キャバじゃなくて俺全員好きになるもん。何みたいな、なるから。
最近ももはや自分からキャバ嬢で、いや言わせてもらうよ、当たり前やん、そんなん本心出してきたか。この前飲みに行ったらキャバ嬢さんやって言われて意味がわからん。ほんまや、やっと浸透してきた。やっと浸透すな、やっとか。僕結構浸透させとったんですけどね、来るたび全員言うてますもん、ここキャバ嬢の店です。いやあかんあかん、そんなんみんな帰っていきはるよ。言うてば月、まあ、1、2回ぐらいがね、お祝いで行くからですよ、これ皆さんね、知らないと思うんですけどね。一人で僕がちょっと行ってくるな言って店抜けていくわけじゃないんで、そんなんやったら言うてくれたらええ、キャバ嬢で。ほんまほんま、ないっすか。ないよ。まあ確かにね、それやりだしたら従業員全員辞めちゃいますもん。そうやろ、ついてきてないっすもん。嫌やろそんな一人で行ってくる。なんだかんだいじってますけどね。まあ冗談置いといて、でも俺は引き止められるのがちょっと好きになるかもしれないから、いかんといてけ。あ、そう、もう分かった上で言っちゃう時あるやん。あのもうなんていうかな、鬱陶しい男やな俺。わかる、あの止めてほしいって分かってんのにこう言っちゃうのよね。はい、そういうシチュエーション作って止めへんのかいって自分で突っ込んでる。でもそれ毎回やられたらうざないですか。いや、うざいよ。これうざい。毎回はうざい。瞬間やから。かといって、これで初回指名来てくれた人、俺を引き止めるのやめてください。行かなあかんときは行かなあかん。全員行かないですよ。いや、これやばいよ。足こんななっていくから、俺、どんどん。引っ張られすぎて。え、でももう、他にない瞬間。ま、この、ちっちゃい時や。ちっちゃな瞬間じゃない、もう、ピッとしたくて。天然なギャップの時とか。俺はこう、引き止められるのとか。僕、まだありますわ。何、何、何。僕とか、チョリさんとか、特にそうと思うんですけど、お金持ってるって思わ、ああ、いやいやいや。はいはい。でも、例えば、外とかにご飯行った時に、ちゃんとこう財布出してほんまに出すだけじゃなくて開いて、マジでこれ半分だけってちゃんとこう、あこう入れてカバンにまでちゃんと持っといてみたいな、聞いてこようとしてくれたら、うん、なんか嬉しいっすね。それはちょっと嬉しいっすね。なんで俺の名前出てこないんですか。俺のために言うとくる。いや、まあ持ってるか持ってないかって言ったらイメージがあるから、一般的なイメージ。持ってない顔やもん。顔が持ってない顔や。動画で言ってるようなもんすもんね、毎日牛丼食べて。ちなみにやけど、あのあれやん、財布入れてくる開けてさ、あれこうやって言ってやってくる人はキャバクラ出たら結構上位の方。いや、あの、あ、お前ギャラ飲みや、お前ギャラ飲みやろお前、あんやでお前、隠れて言ってんなお前。ギャラ飲みの人はこうやってくる。あ、そうなんですか。なあ、俺が言ってるみたいな。自分で言ったやん。それもブラッシュみたいな。ギャラ飲みは延長とかあるんですか。ある、ある。全然自動延長。自動延長なんですか。勝手にゆっくり越されて。言ってるやん。言ってるやん。言ってない、言ってない。ちなみに金額次第だろ。いや、言ってない、言ってない、言ってない、言ってますよ、めちゃめちゃ言ってますよ。正直言ってくれ、何回行きました。ほんまのこと言っちゃった。ほんまのことやさ、言ってるみたいになってるやん。やめて。あの、連れて行かれてるってことね。なるほど。うん、それ、あの、いろんな会長さんがね。なるほど。あの、チョリさん、ちょっと準備できるかみたいな言われたら、できへんからね。まあまあまあ、すぐに。もう一個あるって。あ、自分ありますよ。なんや、なんや、もう。まあ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 、なんか、大した話じゃないんですけど。あ、もう、ええ、じゃあ、ええ。で、ちょっと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 、言わせよ。まあ、好きになった瞬間、やっぱり、あの、自分常にタンクトップ。いや、もういい。もう、もうええ。またタンクトップをする。もう、いい。で、こう、たまにあるんですよ。乳首がチャンってやってくる。そこの時に、ああ。ってなって風俗やん。ギャラ飲みや、ギャラ飲みや、お前やった、やった。今言ってたかぶってたんかな、せっかく。チョンは全然せえへんぞ、ギャラ飲み。ちゃいますって、ほんとに3年くらいであったんじゃん、乳首ちゃん。まあ、おったんかいな、席横に。言えよ、それやったら水臭いな。いや、なんか一緒に飲んでたんやったら言うてよ。それが好きになる瞬間なんですか。いや、そう、いや、そこでドッキリ、そういう感じも。きつい音だよ。犬でもできる、乳首ちゃんぐらい。俺、ちょっと犬やったんだよ、ペロペロって。だけ言わせてもらえるとすれば、それ好きになる瞬間じゃなくて、感じる瞬間ですよね。やろうか、一回やってね。ああ